ぶときは裏面の通信中だよ。準備 OK。 バッジをゲットしたよ。プロフィールでイベント開催。フェスじゃなくってイベント、ハニーキャットトライアルが開催中。私たちみたいにダイヤモンドフレンズを目指しているユニットが勢ぞろい。みんなのフレンズ活動が見たくって、あんな人やこんな人にも声をかけちゃったんだ。あなたも参加したい？それならフレンズとアイカスよ。フレンズポイントを集めることで特別なドレスがもらえちゃうんだから。フレンズとのアイドル活動を始めるあなたにフレンズチャレンジについて教えるわ。チャレンジの内容に合わせてフレンズとアイカツして進めていくの。チャレンジをクリアするとフレンズから豪華なプレゼントがもらえるのよ。それでは今回チャレンジを出題してくれるフレンズを紹介するわ。こんにちは。今回のフレンズチャレンジは私とミオちゃんのお二人で考えたんだ。あなたたちがこのチャレンジをクリアできたら、私が着ているこのフレンズドレスをあげるわ。フレンズとアイカツを選んでたくさんアイカツしよう。それとフレンズチャレンジはライバルとアイカツの武器には挑戦できないわ。フレンズと一緒に挑戦してみてね。あなたたちならきっと達成できると思う。デザインルームへようこそ。新しいミューズがデザインに悩んでいるみたいだよ。あなたがブランドのドレスを着てステージに立つとデザインポイントがゲットできるんだけど、30ポイント集めたら新作ドレスをプレゼント。旬の新作コーデを集めよ。さてさて、今回新作ドレスをデザインするのは、私が今企画している新作ドレスを完成させるためにあなたの力を借りたいのです。そう、クラシカルワンジの新作ドレスです。そうですね。例えばあなたがクラシカルアンジュのドレスでステージに立てば、私のイマジネーションが膨らみます。手伝っていただけないでしょうか。とてもキュートなステージを期待しています。遊びたいモードを選んでね。好きな曲で遊ぶ。遊びたい曲を選んでね。難しさを選ぶ。ライバルと相方する。ドレスプレゼント。さあ、このドレスを着こなしてみせて。ダンシングミラージュからのプレゼントよ。後でちゃんと受け取って。これからもみんながあっと驚くようなあなたの相方を期待してるわ。アイドルを選んでね。